口内鏡検査を始めましょう。負荷の誓いが失効した。それとも当事者に抗戦意欲がなければいいのかな。まだはっきりしない。軽率に攻撃すると石の腕輪から罰が下りそうだ。攻撃方法とタイミングを慎重に決めないと。弁論の時。なかなかの作戦。その通り。無声の時、かがり火が上がるまで。灯せば燃える。ね、チカチカした？なかなかの作戦。その通り。目には目。緊張しないで。ほわほう、万物の上に座し。ご協力感謝します。歯には歯を。弁論の時。大丈夫。歯。痛みをのみ悔い改めよ。初見のうちに収穫あり。発火炎感じるでしょ。待って、死体が溶けてる。これは何かの種。この手を使ってマヌス・ベンデッタは誓いを乗り越えたのか。信者たちを生贄にして一人を養ってる。この一撃。緊張しないで。無声の時、弁論の時。さあみんな声を。ご協力感謝します。沈黙のうちに答えあり。真理を求めた。しばし安静が必要ね。その通り。目には目。あなたたちの魂はあまりに偏っている。早急に修正しない。犠牲になった信者たちが種に流れ込んでる。何かの儀式かな。私たちの洞窟は森羅万象の本質が見えるの。37、私の声は聞こえる？うん、ママ。しばし安静が必要ね。弁論の時。無声の時。なかなかの作戦。歯には歯を。しばし安静が必要ね。沈黙のうちに答えあり。
邪魔見ろ。痛みを逃し、悔い改めよ。クシュクシュ、おやすみ。死んだ信者たちが帰化符号になったのは洞窟の影響。この種はマヌス・ベンデッタの本質。本質は全てを超える存在。どうやら一筋縄ではいかないみたい。作戦を練って慎重に行かないと。大丈夫。弁論の時。その通り。目には目。さあ、お戻り。沈黙のうちに答えあり。灯せば燃える。行け。この一撃。真理を求めて。成長の時。悪行の代償を身をもって知るがいい。あなたたちの魂はあまりに偏っている。早急に修正しないと。かがり火が上がるまで。おやめ。歯には歯を。なかなかの作戦。弁論の時。無声の時。ほう、万物の上に座す。ね、チカチカした。私たちは常世にいる。私たちは常世にいる。緊張しないで。大丈夫。目には目。弁論の時。さあ、お戻り。痛みを逃し、悔い改める。私たちは常世にいる。歯には歯を。緊張しないで。その通り。無声の時。陶器屋敷の隔てな法によって断じ。はっかゆ感じるでしょ。はっ。沈黙のうちに答えあり。
目には目、真理を求めて行け。なかなかの作戦。逃避器屋敷の隔てに法によって断じ、あなたたちの魂はあまりに偏っている。早急に修正しないと。目チカチカした。目には目、無声の時。その通り。八火湯感じるでしょ。私たちは床屋にいる。ほわ、安静が必要ね。いけ。なかなかの作戦。さあみんな声を。復讐復讐おやすみ。悪行の代償を身をもって知るがいい。弁論の時。大丈夫。目には目、緊張しないで。歯には歯を。無声の時。お戻り。血をもって罪を償い。ハヌス・ベンデッタの本質はこんなに歪んでたの。終わった。それでは私はこれで。ベルティ、おっそよ。マヌス・ペンデッタの奴らが急に襲いかかってきて、私とリーリアだけじゃもうどうにもならない。こっちから手を出すなって言われなきゃ今頃ギッタギタにしてやってるのに。くそ、こいつら血を吸われるってのに攻撃してきやがる。完全に狂ってるぞ。広場で見張ってた時からソネットに平和協定なんて信じるなっつったのに、数字と機械しか頭にない奴らと卑怯極まりないマヌス・ベンデッタ、
どっちかが先に狂い始めるに決まってんだ。少なくとも数学の問題を解いてる時だけは正常に見えるがな、クソが。地下で一体何があったんだ。あの地下洞窟こそがストーム免疫の要だった。この島にはスーツケースと同様の遺跡が存在する。ベンデッタの目的はそれだった。なんだって。でも奴も腕輪をはめてるんだろう。もし腕輪の制限をかいくぐる方法があったとしても、いつまでも手下にこんな自殺襲撃をさせるとは思えねえ。平和協定を結んでおいてアペイロン教団から基地を奪えるわけないだろ。ベルティ、あれは何？少し長いしすぎですよ、ミスあるかな。教団への援助には感謝しますが、己の立場をわきまえていただかないと困ります。案ずるな、争いを起こすつもりはない。ただ一つ簡単な質問がしたい。偉大な賢者たち、そなたらは古来の知恵に奉じ、先祖の教えに準じ、最も気高い人徳を貫いた。数千年にわたり局外者となり世間から身を引いた。人間に理解されず、理解を求めようともせず、わらわはこの洞窟の物語がとても気に入った。だが一つだけ、我らを洞窟へと追放したのは果たして誰なのか。何これ、こんなの見たことない。どうしてここに。この島に存在しちゃダメなものだよ。あなたたちが人間の軍隊をここに呼んだのは。私の剣はまだ錆びておりませぬ。力を合わせて戦友のように。
うん、集団詐欺の計画かい？戦場に行こう。いつものように。とてつもない構図だ。どういう？素晴らしいモチーフだ。ためらいはせん。剣がうめいておる。緊張しないで。大丈夫。さあ、お戻り。我が剣は力なき者のために。無駄な抵抗はおやめなさい。ゴール。緊張しないで。待って、今角度を変えるから。剣がうめいておる。さあ、お戻り。危うく見逃すところだった。神々、しばし安静で緊張しないで。角笛が鳴り響き、審判の日が来たる。クシュン、おやすみ。無駄な抵抗はおやめなさい。カンカン、カンカン。とてつもないコースだ。剣がうめいておる。